け引きとかジャブとかそういうのでもう把握できるんですけど、やっぱり倒せない。ほんまにパンチあればもっと駆け引きもしやすくなるというか、試合を進めやすくなるから、もうちょっとだけパンチを欲しいなと思いました。特に体幹の部分と背筋の部分をフィジカルトレーニングコーチみたいにしてもらって強化してます、うん。栄東三月の上田大輝です。今年はユースタイトルを取って、その後上野のベルトを目指します。